アイテム番号 SCP-417-JT。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-417-JT は定期的に清洗され、乾燥剤とともに通気性の良いケース内に保管されます。収容場所は、サイト8181の安全保障ロッカーです。担当保安員は、無許可の者が SCP-417-JT を持ち出した場合、非致死性の武器を使用することができます。現在 SCP-417-JT を使用した実験は中止され、通常の記録調査によるその製造期限の解明に焦点が当てられています。説明、SCP-417-JT は一対の古い革靴に見えます。履くと、歯車が動くような、カチカチとした、感触を得られますが、内部にはいかなる特殊な構造も見られません。SCP-417-JT は人間が着用し、3分経過した時、ランダムに選ばれた、着用者の直径の先祖1名が、その存在する時間軸の中で、現在着用者がいる地点まで何らかの手段を持って移動します。移動は一般的、超常的手段を含みます。着用者は周囲を捜索することでその先祖の痕跡を発見するでしょう。財団収容以前、芸術品として所有していた、死が、仕事柄頻繁に海外へ出向する際に戯れに着用していたことが分かっています。結果、死は旅先で自身の祖先とされる多数の痕跡と、奇跡的な確率で巡り合い、その体験をブログに書き綴ったことが財団の目に留まりました。SCP-417-JT の入手経路を調査した結果、最終的に制作したと見られる2名のアーティストに行き着きましたが、別件でカナダのコンクール出品後に行方不明となっています。SCP-417-JT による歴史改変による影響は、着用者に対して何ら影響を及ぼしていないように思えます。しかし、実際に影響がないか?という事実を確認することはできず、使用のたびに本来の歴史からかけ離れていく危険性は依然として否定されていません。初期の調査実験以降、サイト監督官及び研究主任の意見一致により、SCP-417-JT の使用は禁止となりました。実験記録、抜粋。勧告、SCP 未指定異常物体に対する初期調査の申請が出されてから、すでに4ヶ月が経過している。これは基準を超過しており、職務怠慢であると言わざるを得ない。担当する研究チームは決して時間を用意できなかったわけではなく、意欲の高い職員ばかりであるにもかかわらず、前述の事実から懸念されるのは、8190の初期収容チームの報告から推測される、時間への影響力が関与した可能性である。すなわち、初期調査の方式に問題があり、時間的矛盾が生じ、結果、実験自体がなかったことになっている、という可能性である。この指摘は、松田、友元博士とベニヤ、臨蔵研究員の2名から受けたものである。SCP 未指定異常物体、008190調査班は、当該オブジェクトの性質を考慮した上で、事前に提示した調査方式を見直し、再度実験計画書を提出してほしい。サイト、81、監督官。実験記録、01、実験日時1900、年、月、日、実験対象、SCP 未指定異常物体、008190、現、SCP-417-JT、実験的、実験対象の異常特性による時間的矛盾を発生させずに、実験を行いその異常性を記録する。被験者、B、417009。日本人41歳男性。本人及び先祖の記録は、実験的によりあえて調査していない。実験方法、被験者の地元から遠く離れた3つの地点で、それぞれ SCP-417-JT を通常に使用する。実験地、01、日本国内の屋外エリア、実験日時の50年前から財団の管理下にあり、来訪者を細かく記録している。実験地、02、日本国内の屋外セクター、
実験日時の約140年前から60年前にかけては収集員に、それ以降は財団の管理下にあり、その間の詳細な記録が残されている。実験対象と記録の双方を知る職員は実験に参加していない。実験地03アマゾン南部族の集落、来訪者に対し友好的な部族である。およそ80年前に発生した超常現象を収容した時から、財団とは緩い協力関係を築いている。部族の人間に対し、実験対象と被験者に対する情報は知らせていない。結果、B417009 の記憶には影響なし、各実験地において、祖先に当たると考えられる人物の痕跡を発見することができた。実験地、1結果、約30年前、B417009 の父にあたる男性が偶然にも来訪し、記憶処置を施して返されたことが記録されている。実験地、2結果、約90年前、B417009 の祖祖母にあたる女性が、友人と遊ぶ際にはぐれ、偶然迷い込んだとして記録されている。実験地までの移動手段は解明されていない。実験地、3結果、時代不明。当時の族長は、かつて自身の祖父から、B417009 とは似ていないものの、同じ人種と思われる若い男性が、鳥と共にやってきて、カヌーに乗って帰っていった、という話を聞いていた、ことを思い出したと主張した。この、鳥、について、明確に飛行機であることを否定している。また、その男性が残したものとされる弾痕像を調査員に見せた。弾痕像は、B417009 の出生地に伝わる厄除けに類似している。中期、実験の結果は、このオブジェクトが十分に歴史に対して打撃を与えうることを示している。本人に話を聞くことはもうできないが、一人の人生を変えかねないばかりか、異常現象の漏洩にさえつながるかもしれない。適切な環境下での実験だからこそ、この平穏な結果に終わったのだ。松田博士。事案記録、417A1、事案内容、B113076。日本人25歳女性、が警備員の隙をついて脱走し、SCP-417JP を入手しました。B113076 は当該オブジェクトを、手頃な靴、として着用した後逃げ回り、異常現象発生までの3分間に再収容することができませんでした。事案発生17分後、B113076 は終了されました。事案発生地点、日本国内のサイト、8181、事案後の対応、SCP-417JP による歴史改変の痕跡を探し、関連するとみられる物体を見つけることができました。しかし同時に、サイト、8181から遠く離れた、にある財団施設から、B113076 の関連していると思われる物体の情報が提供されました。なぜこの2つの場所に記録があるのかは判明していません。現在、現地ではない離れた場所から痕跡が発見されたケースは、この事案のみです。提供された情報、サイト、8181情報、以前から収容されていた、人に類似した特徴を持つ深海生物、サイト付近の海底で発見されたオブジェクトである、B113076 と、ミトコンドリア DNA が一致する、エリア、81、情報、エリア、81、に施設建造を行う際に発見された、推定90歳前後の女性の全身骨格。腰部にヘルニアを患っているとみられる。身分の高い人物であったとみられ、発見当時周囲からは割れた器、壊れた貴金属製のかんざしが同様に回収されている。B113076 とミトコンドリア DNA が一致する。
ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんですん。